いやーこんなにいいとは正直期待してなかったです。これはね、いいですよ。楽しい、気持ちいい。<laughs> あのー、はい今乗ってるのは、ベントレー・ベンテーガスピードですね。まあ、ベンテイガ、ベントレー初の SUV に追加された、まあ、よりねハイパフォーマンスな、まあ、仕様なんですけども、まあね、ベントレの、えーの好きな方だったらねスピードという名前がね、まあ、何を意味するかはね多分お分かりだと思いますが。 えー、このモデルは、えー、W12 のエンジンが最高出力635馬力最大トルク900ニュートンメーターというスペックまでね強化されてますあのー、これ実はコンチネンタル GT のスペックと全く一緒なんですよね、えー、そしてねまあもちろんこちらはねトランスミッションは、えー、8速のトロコン AT になるんですが、えー、この車ねまあ 車重がね、まあ2530キロあるわけです。なんですけど、えー、スペックを見ると、えー、最高速は306キロ、えー、そして0100キロの加速はね、えー、3.9秒という数字が出てます。恐ろしく速いですよね。でもね、こうやって普通に高速道路走ってるときには、すごくジェントルですね。あのー、なんだろうな。 むしろ実はコンチネンタル GT と比べても快適性は高いなと思って今乗っています。えー、これねこの車は22インチというねまあ特大のサイズのホイールを履いてるにもかかわらずそのネガはね全く一頭一手ほど感じられないですね。まあ、えー、スピードモデルなんで足とかね締め上げたセッティングになってるんですけど。 まあ、なってるはずなんですけどと言いたくなってしまうこの感じもう全然違うじゃんと全然違うじゃんあいつ向こうかいやこのねまあ要は締め上げられてるんだけどダンピングはすごくきっちりと低速からねあのタイヤの動き始める瞬間からしっかりと減衰力が効いてるっていう感じですかねまあほにねフラットで しなやかでももう何の不満もない絶対これ隣の席後席に人が乗っていても何も不満もないしましてやこれがねあのスピードモデルまあ要はちょっとスポーティーな方のモデルなんだよと言ってもにわかに信じられないかもしれないねと思いますこれちなみに今はね B モードまあ要は推奨モードですかねこれで走ってるんですけどそれでも いい感じさらにねコンフォートというモードもあるぐらいですからまあ必要とあらばというかねまあ、好みに落ちてもっとしなやかにもできるといやいや大したもんですねーと思いながら乗ってますだもうねこのそしてまあ静かでしょう、えー、見晴らしがいいもう今走ってるとこなんか最高ですよねまあ向こう側にこうビルの乱立するあ <laughs> ね 隣立するビルのこう眺めを見てるわけですけども、まあ、そういう視界の良さ開放感がありつつこの足がねすごい乗り心地がいいとひ、まあ、一言に言いましたけど要は、えー、ショックの吸収がいいとかそういうだけじゃなくて視線をね多分ぶらさないフラットに車の姿勢を保ち続けてくれてるんだろうなと思いますよね。まあ、そういったところの トータルでの乗り心地の良さというかなんでしょうライドフィールがまあすらしいみたいなところでしょうかねいやちょっとここまでねあのいいとは思わなかったという言い方は失礼ですけども、うん、こうもっとね、まあ、正直足固めなのかな嫌だななんて思ってたのが裏切られたしかもいい意味でという感じですね。 いや今はね街中を走らせてるんですけどこういうシチュエーションでもねまあ、快適というかすごく乗りやすいですねそんな、ね、635割ていうパワーがある車だとは思えないぐらいエンジン下からトルクがあるし、まあ、あるというだけじゃなくて何でしょうねその出方が緻密な感じリニアだし うんまあ、AT とかのね制御も含めてなんでしょうけどもとてもねアクセル操作に対してのすなんだリニアリティというかが高いこれはねだから本当にこうまさかこれが例えば01003.9秒で行くのとか2530キロもあんのとかってちょっと思ってしまう、うん、本当にしずしずと走るあの何でしょうね、えー、普段は 僕みたいなね車好きの男が乗ってでもあの休日とか奥さんが買い物に行くとかで乗るとしても何のストレスもないまあねサイズだけは気にするでしょうけどでもこの、えー、視界の良さとか取り回し感とかだとそれもそんなに苦にはならないかなっていうね感じがしますって考えるとねもうほんとむしろ乗りやすい。うん ちょっと感心しちゃいますね、まあ。とてもね、高いパフォーマンスの一方で、こうやって街中を走らしてる時のドライバビリティ、扱いやすさ、これもね、非常に、非常に高いっていうのがね、印象的ですね。なんかね、635馬力もあるエンジンとは思えないぐらい、こう、スムーズに、本当に低回転域からスムーズに。 トルクがが出てきてき回転の上がり方も緻密な,めらかで、ね、なんかこうそうしかも900ニュートンメーターじゃないですかそういうのがねドーンと急に炸裂するんじゃなくて本当に欲しい力を欲しいだけ取り出せるっていうんですかねそういう感じですよねだからじわじわーっと這い回るようなねもうなんか渋滞みたいなシチュエーションであってもこれなんか嫌な感じはないというか。 重たげーな感じもなければ飛び出しすぎるみたいな感じもなくてすごくね扱いやすいですよねその一方でねまあそこがまた面白いところというかその二面性が、えー、しっかりと、まあ、同居してるというかあのー、一つの車の中でね 絶妙に溶け合ってるっててるんですかねその、まあ、高速道路なんかを穏やかに走らせていてでじゃあというんでドンと踏み込んだ時みたいな時のねなんかこう加速に移る時とかもなんか急にひょ変する感じとかじゃなくてあくまでもそこまでのゆ,くゆったり走ってた時の弁定がスピードの走りの延長線上でなんかねこう。 気持ちいい。いや、気持ちいいというか、もうね、途方もないパワーをね、発揮して、すごい加速をしてくれると。その時にもね、またエンジンが気持ちいいんですよね。ダル1 2ってね、まあ、V に比べればちょっと揺らぎがあって、まあ、その分、独特のね、音だったり、回り方っていうのが、まあ、あるわけですけど、そのね、なんか、いい成分がしっかりと抽出されて、かつ、 あまり重厚に過ぎないいっていうのかななんかね軽やかに吹け上がっていく感じがあってすごくねまあ単純にスポーティーっていう言葉をね使いたくなるしかもまあやっぱりでもそれだけじゃ足りないとしたらやっぱねなんか速ければいいってもんじゃなくて味わいみたいなものをしっかりと堪能させてくれる速さなのかなと。 思いますあのそれはね写真性能についても同じことが言えてなんでしょうね本当に締めているはずなんだけど硬さはないしだけどやっぱり姿勢変化なんかはよくコントロールされてるというかねそういういい味が絶妙な味がありますよね。まあ、ノーマルの弁定画はね何度も乗ってますしそ,のそしてねまあ、乗るたび感心させられているというところもあるし。 えー、V8 モデルではね実はベントレーの本拠であるクルーからロンドンまでをね走ったこともあるんですよねだからその長距離グランドツーリング性能まあまさにベントレーらしさというところですかねそういう GT 性能とかまあそれとまあ一方で、えー、感じられる、まあ、スポーティーさ、まあ、パワフルさという 道義かもしれませんけどね、まあ、そういうものはねすごく感じていたんですけどもだからそれはそれで全然満足していて何がどうだったらいいな例えば足が硬かったらとかもっとパワフルだったらとかあんまり思ったことなかったんですけどねそういう風になったものに乗ってみるといややっぱこれはいいなと思うというだからそのどっちも何かあの上下とか優劣ではなくてどっちも個別の キャラクターというか世界をしっかりと築いているのがベントレーのねラインナップなのかなと思います。まあだからスピードはこの世界が一つ完結したものがあると思いますし、えー、それがねなんか何も破綻することなくもしかしたら世界の輪みたいなものが全方位に広がっているのがこの車なのかもしれませんね。 えー、そしてまあさらに言うならば、えー、この車見た目がかっこいいですよね、あのーえーまあ、スピードモデルとしてのトリムが、ねまあ、ホイールだとか、まあ、グリーンの何とかだスポイラーがとかっていうのもあるしこのアズールパープルと読むんですかねというボディカラーなんですよこれがまたね派手だけどでもなんかイギリス車はベントレーは着こなしてしまう。 こう実にいい塩梅の色ですよね、まあ、なんかすごい何ていうか悪い人に見えちゃうといえば見えちゃう時もあるんだけどでもこれを紳士的に乗りこなしたいというかきちんとしたスーツででもまあネクタイにはじゃあ同じような色でもさしましょうかみたいな感じで乗れたらすっごいおしゃれだなぁと思うしねなんかそういうのを楽しむのがベントレーの世界かなと。あのカチッとしたあの きっちりとした格好だったり色使いだったりもいいんですけどそれだけじゃなくてもっといろんな楽しみがあるんじゃないでもルールとスタイルはねあのー、忘れないようにねというかなんかそういうね遊び心みたいなものがこの車の色というか外観には表れてるなと思いましたあのーうん、まあ別に普通の V8 弁定画でいいけどなとかって、まあ、勝手に思って。 この車今日ね市場に臨んだんですけどいやまずその乗り心地の良さっていうかねその写真性能の、うん、ものすごいバランスそしてパワートレインエンジンの爽快感それにさらにこのデザインでかなりやられちゃいましたね,ねちなみに便宜、えー、がスピードの え価格はちょうど3000万円となってます高いか安いかあまあ絶対的には高いのかもしれませんけど相対的にはね内容を考えたら十分にリーズナブル635馬力の SUV ですからねしかもそやじゃなくてこうねジェントルなところが味わえるこんな世界を持っている SUV はあるようでいてやっぱり他には ないいぞと思いますので、えーまあ興味を持ったら是非ねステアリングを握ってみてほしいなと思いますし、あのー、単に言ってみればね高いとかそのブランド性でっていう車じゃなくてベンテ定ガは本当にそのオーナーを魅了する世界、えー、芳醇な魅力を持った車だぞっていうのをまあなかなか自分も含めてですけど買えない乗れない人もそんな風に捉えて えー、見ることができたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。